みんなの努力が足りていないとは思っていないです。努力しないのに情報商材とかコンサルに頼る。これだけは100%間違ってるって断言できます。コンサルって、まあ、結果を出すための最低条件っていうのがあります。はい、どうも中村まです。今日の動画はブログで稼げない人の間違ったお金の使い方というテーマで話をしていこうと思います。お金を使えば早く稼げるって思ってる人多いじゃないですか。 まあ僕のところに相談来る人もね、そうやって思ってるんだろうなっていう人結構いるんですけど、これ、まあ僕の中ではね、半分正解で半分不正解かなと思っています。重要なことは、どこでお金を使うかというところですね。これがめちゃくちゃ重要です。まあ無駄にお金を使ってもダメだし、逆に全然お金を使わなすぎてもやっぱりダメだっていうことですね。で、今日は間違ったお金の使い方っていうのをメインに話をしていこうかなと思います。まあ今日の話の中心っていうのは、基本的には情報商材とかコンサルみたいなところを中心に話をしていきます。 結論言います。今日の結論は、まあ自分でね、努力不足だって感じている人は、お金を使うべきじゃないです。まあそれは情報商材とかコンサルですね。特にそういうところにお金を使うべきじゃないです。なぜかっていうと、お金を使ったとしても問題が解決しないからです。で、努力不足って、まあ自分でね、そうやって感じている人多いんじゃないかなと思うんですけど、結構致命的なんですよ。それは、努力をすれば絶対に成功するわけではないです。まあブログだったらブログでお金を稼げるようになるわけじゃないです。これはもうしょうがないです。 全員が全員努力をすれば稼げるかって言ったら全然そんなことはないです。もうこれビジネスだからしょうがないんですけど、ただ、努力をしないとほぼ失敗するっていうのは、これ確定なんですよ。これビジネス以外でも何でも同じなんですけど、まあスポーツでも同じですよね。努力をしたからってそれが報われるとは限らないけど、でも努力してない人っていうのはほぼほぼ全員が、まあ99.999% 99ぐらい失敗するわけですよ。なんで、努力にはね、まあ努力って結局時間っていうことなんですけど、この時間には全てを解決する力があると思っています。 なので、何かにお金を使う、特に情報商材とかコンサルとかそういうものにお金を使っていいのは、僕はきちんと努力ができている人だと思っています。はい。まあ、この辺の話をね、具体的にこれから解説をしていこうと思います。まあ、ことの発端は何かっていうと、そもそも情報商材とかコンサルに頼りたがる人が多すぎるよねっていうことなんです。 はい。まあ、要は、自分で頑張っていてもお金を稼げるようにならないから、まあ、誰かにお金を払って稼げるようになりたいと思っている人が多いってことですね。これ、気持ちはめっちゃわかるんですよ。気持ちはめちゃくちゃわかるんですけど、ほぼ100%失敗する考え方だなと思います。 それは別にみんなのことをリスってるとか何でもなくて自分自身も失敗経験があるんですよ。まあそういうふうに思っていた時期もあるし実際にそういうところにお金を使った経験っていうのもあります。ただ、見事に失敗したわけです。よくよく考えてほしいんですけど、情報商材とかコンサルで何を得たいと思ってお金を払いますかこれを考えてみてください。まあこれ答えを言うと結局情報ですよね。まあ情報商材って情報を売ってるものなのでお金を払って情報を得ると。いうことになるんですけど、じゃあ今回のケースで言うとね、 稼げないい原因っていうのは努力不足なわけですよ。努力不足だって思ってる人はってことですよ。その人が稼げてない原因っていうのは基本的には努力不足なんです。ってなるとお金を払ったところで何も解決しないですよね。だってコンサルとか情報招待で得られるのが情報だとするんだったら努力不足っていうのは解決しないじゃないですか。でもうちょっと踏み込むと努力不足の人を稼がせられるコンサルなんて世の中にいないんです。まあこれもしかしたら一部いるかもしれないですけどそんな一部いてもその人には普通の人は頼めないですよ。 だって努力しないでも結果出せるようなすごいコンサルですよ。そんな人予約も殺到するし相当高い金額ですよ。それこそ数十万円で誰かにそれを教えてあげるなんて絶対しなくて数百万とか数千万円取ってもめちゃくちゃ安いと思うんですよ。ってことは普通の人は絶対頼めないんですよね。だからそういう努力しないけど稼げるような方法を教えてくれるようなコンサルはいないってことです。で僕の中でコンサルって ま、結果を出すための最低条件っていうのがあります。これ二つですね。一つが自分自身で必死に努力をし続けている。で、二つ目が言われたこと以上に目一杯にやるっていうことですね。この二つがコンサルを受けた時に結果を出せる最低条件だと思っています。ただ現実はどうかっていうと、多分ですよ。どっちもやらずに結果出したいって思ってる人がほとんどですよね。まあ、要は、努力しないで結果が出る方法を教えてくれ。お金を払ってるんだから。って思ってる人が多いんじゃないかなと思います。 でもさっきも言ったんですけど、そんな方法はないんです。なぜかって、それができるんだったら人を雇うので。そんなことができるコンサルは、それをわざわざ数十万円とかね、そんなお金で誰かに教えてあげるなんてことをしないで、自分で人を雇ってしまえば、自分の会社にそうやってお金稼げる人をいっぱい置けるわけじゃないんですか。どう考えてもそれが一番儲かりますよね。でもそれをしないっていうのは結局そういうことなんですよ。それをするっていうことは結局リスクでしかないわけです。 まあそのリスクって何かって結局教えても稼げるようにならないっていう話なんですけどまあ僕自身で別にコンサルとか情報招待全部を否定してるわけじゃないですよほんと全然否定するわけじゃなくて僕自身も何かをた、あのコンサルを頼むっていうこと全然あるのでただほとんどの人はコンサル必要ないよねっていう話をしてるだけですねまあその理由はさっきから言ってきたみたいにコンサルに頼るほどそもそも努力ができていないからですもうちょっと言うと努力がちゃんとできるんだったら無料情報だけで十分なんです 今って YouTube とかネットとか本でも十分すぎるぐらいの情報あるじゃないですか。まあ w e b 職 t v だけを見てもね、500本ぐらい動画出てるわけですよ。で、他にもいっぱいブログに関する情報発信してるようなチャンネルっていうのもあるじゃないですか。まあ一人制やチャンネルとかもそうですし。あとネットでも、まあいろんなブログに関する情報あるし、書籍だけで言ってもめちゃくちゃたくさん情報ありますよね。だから自分で努力めっちゃできる人はそういうものだけでも十分すぎるんですよ。だから結果的にコンサル必要ないよねっていう結論に陥るんです。 まあ、めちゃくちゃ努力をしているけど、まあ、そんなに稼げていないっていう人はやっぱり少ないので、ほとんどの人が、まあ、努力をしていない。その上でコンサルに頼んで、頼んでね、あの、お金を稼ごうとするからおかしなことになる。<laughs> で、まあ、もうちょっとね、深掘りをしていこうかなと思います。えっと、今日の話っていうのは、情報商材とかコンサルに頼るかどうかっていう話ですよ。で、まあ、努力が足りない人はっていう話をするんですけど、別にみんなの努力が足りていないとは思っていないです。 そもそもペースは人それぞれなので。別に自分にできる、自分に無理のない範囲で努力をして、マイペースに時間をかけて結果を出すっていうのも全然いいわけです。そうじゃなくて、多少無理をしながらでも短期間に集中して早く結果を出す。これどっちでもいいんですよ。どっちでも自由です。ただ、努力しないのに情報商材とかコンサルに頼る。これだけは100%間違ってるって断言できます。まあ何回も言うんですけど、 世の中に楽にお金を稼ぐ方法なんて本当にないです。まあ、これを理解するっていうのが先決ですね。それが結果的に一番お金を早く稼げる方法じゃないかなと思います。はい。ということで今日のまとめですね。今日は稼げない人の間違ったお金の使い方について解説をしてきました。まあ、情報招待とかコンサルに頼りたがる人って多いですね。僕自身もずっとそういう感じだったんですけど、まあ、この気持ちめっちゃわかるんですけど、それ多分ほぼ100%失敗する考え方だなと思います。 そもそも情報状態とかコンサルで何を得るのかって言ったら情報ですよね。情報を得るためにお金を払います。じゃあ今回のケースはっていうと稼げていない原因っていうのは努力不足なわけです。努力不足の人がお金を払ってコンサル頼んだところで情報を得られるだけなんで何も解決しないんですよね。 僕の中でコンサルで結果を出す最低条件2つあります。1つ目が自分自身で必死に努力し続けている。で、2つ目が言われたこと以上に目一杯にやるということですね。で、現実どうかっていうと多分ですよ。どっちもやらずに結果を出したいと思っている人がほとんどなんじゃないかなと思います。で、ほとんどの人はコンサル必要ないです。もうこの理由はコンサルに頼るほどの努力がそもそもできていないからですね。で、自分でそういう努力ができているんだったらネットの情報だけで十分なんで。 もう無料情報だけで十分です。YouTube、ネット本で十分すぎるほどの情報があるんで、それを使えばいくらでも稼ぐことはできます。はい。なので、結果的にコンサル必要ないよねっていう結論に行き過ぎます。はい。まあ、世の中の人はね、お金を使えば早く稼げるって思ってる人も多いんじゃないかなと思います。これは半分正解で半分不正解なんです。重要なことっていうのはどこでお金を使うかです。 ま、変なね、情報商材とかコンサルに騙されないように注意をしてください。以上参考にしてもらえると嬉しいです。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために SEO ライティング実践講座もやっています。プロのライターが直接指導するから、短期間で文章力を鍛えられます。ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば、概要欄からぜひチェックをしてみてください。 稼げない人のね、間違ったお金の使い方っていう話をしてきたんですけど、まあこの辺ね、今日話してきた内容っていうのは、僕は個人コンサルが成立しない理由にも関わってくるんじゃないかなと思っています。で、個人コンサルが成立しない理由っていうのは何かっていうと、まあやる気が一番の壁になるからですね。まあここでいう個人コンサルって何かっていうと、まあブログとかそういうものですね。ブログでお金を稼ぎたいと思っている、 まあ個人に対してコンサルをして結果を出すっていうことを指して言っています。別に全部のコンサルがっていう話ではないです。あくまでそういうブログでお金を稼ぐっていう狭い領域においての話ですね。はいね、そういう狭い領域においては個人で稼ぐっていうところの一番の問題は何かっていうと結局やる気だと僕は思うんです。で、これが法人コンサルだったら別にいいんです。なんでかって言ったら法人に対してコンサルをしてるのにその法人がね、やる気がないから作業できませんとはならないじゃないですか。法人だったら絶対にまあ朝から晩まで 働いてててるるわわけけなんでででそのの中で作業ってのは絶対にしてくれるわけですよただ個人に関してはやる気っていうのが一番の問題になるわけですそのやる気ってもう基本的に本人の問題ですよね何かを言ったところでやる気がないからそれでいきませんって言われてもそれはもうこっちの話じゃなくてあの本人の問題になるんで基本的にそんなコンサルがどうこうっていうのをやるの難しいんですけどただそれでも結果出ないことには変わりないじゃないですか、まあ、やる気があって 作業しても結果出ないのも、やる気がなくて作業しなくて結果出ないのも、結果出ないっていうことには変わりないですよね。そうなってしまうと、結果が出ないっていうところ変わりないので、そこに対してお金をもらうっていうのは結構微妙だろうなと僕は思うんです。まあ結果的に結果が出ないってね。はい。で、コンサルって別に先生でもなければ親でもないわけですよ。ってなると、まあ別にやる気を出させたりとかね、あとは楽して儲けさせるようなものではないです。必死に努力してるけどうまくいかない。みたいな。そういう人がいるんだったらコンサルがあればうまくいくかもしれないです。 それは必要な努力、プラス情報が組み合わさると強いからですね。これは稼ぐっていうきっかけになるかもしれないんですけど、個人向けにやってるコンサルっていうのは、まあほ、方ぼ,ほぼね99、99%ぐらいは詐欺だなと僕は思っています。まあ、詐欺もしくは詐欺まがいですね。はい。なので、申し込んだところで、まあ、そのね、期待しているリターンを得ることっていうのはできないので、基本的には申し込まない方がいいです。まあ、迷ったらね、ブログ相談 .com で相談をしてみてください。最近ね、ブログの相談なら何でも無料でできるサービスを僕が立ち上げたので、まあ、そこは無料で相談すると誰かが それにわかる人がコメントをしてくれるっていうサービスになってるんでね。そういうものもあるので、情報商材とかコンサルとか、そういうものに申し込まなくても十分結果出せるかなと思うんでね。そういうブログ相談 .com みたいなものも、ぜひ有効活用してもらえると嬉しいです。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。努力不足と感じる人はお金を使うべきではない。稼げない原因は情報ではなく自分にあるかも。情報商材やコンサルは情報を得られるだけ。努力不足をコンサルで改善することは不可能。 無料の情報だけで稼ぐことはできる個人向けコンサルは成立しにくいビジネス